こんにちは、みです。今回は、新任時代に感じた理不尽なことというテーマでお話をしていこうというふうに思います。教員に限らずですけども、新人の先生とかね、若手のね、まあ、会社員だったり、まあ、学校の先生だったりね、まあ、いろいろ、まあ、理不尽に感じたこととかね、まあ、多少なりともね、あると思うんですね。まあ、今回ですね、まあ、そういったことについてね、教員時代の経験を踏まえてですね、まあ、その体験だと、あと、まあ、その対処法についてね、まあ、お話をね、それぞれ聞いていこうというふうに思います。でも、前半の方でですね、まあ、高校のね、先生をやられたタスクさんのね、まあ、その理不尽になったことと、その対処法について、お聞きをしていこうと思います。で、後半の方ですね、まあ、僕自身の、まあ、理不尽に関することと、その対処法について、ね、まあ、聞いていこうというふうに思います。ぜひね、あ、こういったことあったんだってことですね、あ、じゃあ、こういう時にはこういうふうに対処すればいいんだなってことをね、まあ、参考にしていただければというふうに思います。ぜひね、最後までご覧ください。それでは、タスクさんの方からですね、理不尽に関することについてね、まあ、お話を聞いていこうというふうに思います。じゃあ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、早速なんですけど、じゃあ、まあ、理不尽に関したことですね、まあ、どんなことを理不尽に感じられましたか？僕が学校に勤めてた時に理不尽に感じたこととしては、まず2つあって、まあ、似てるものなんですけど、まず1つ目が、1年目は誰よりも早く来なければいけない。なるほど。実際に先輩の先生とか、まあ、主任だったり上司の先生だったり、具体的にこう言葉として早く来た方がいいとか、何時まで来た方がいいとか言われたんですか？僕が言われたのは、着任した4月の時とかは、一応15分前ぐらいには着いてたんですけれども、それは先輩の先生に、うちの学校は1年目は毎日早く来て職員室の掃除をするのが伝統だからって言われて、それでよくわかんねえ伝統だなって思ってました。伝統っていう言葉にあぐらをかいて思考停止している人がいっぱいいるなっていうふうには感じてました。なるほど。確かに、そういうのは、1年目に言われたら、従わざるを得ないんですよね。従わざるを得ないですし、僕も最初はそんなもんかなと思って割り切ってたんですけど、で、朝来て掃除して、ほうきとか掃除機かけたりしてて、よくよく考えたら、何その伝統みたいな。そうですよね。どういう意図というか、意味があるのかなっていう、なんか必要みたいな感じに近いのかなって思っちゃったりはするんですけど。そうですね。まあ、そういうのって確かにでも若手がやらなきゃいけないっていうのはどこの組織でもあると思うんですけど、でもそれって押し付けるものじゃなくて、気づかせてあげるのが大事じゃないですか。先輩がやってる姿を見て、僕がやりますよって言わせるの待ちじゃないですか。それを言ってくるの待ちなのに、なんかのっけから、それ伝統だから、明日からよろしくみたいな感じられると、まあそうなのかなと思いつつも、まあ、特に今の若い子たちはそうですよね。何その伝統って思いますよね。確かに。マスクさん的には、そういうふうになんか伝統だから、これ、まあ若い先生、新の先生やりましょうって言われたときに、どうやって対処すると、うまい感じになったりとか、いいなって思いますか？一番の対処法は、もうはっきりと断るですね。嫌ですって。まあでも日本人ってなかなか言いづらいじゃないですか。もう若手だとなお言いづらいので、でもそこ勇気持って言わないと、そこで OK してしまうと、あ、こいつ OK する人間だなって思われて、掃除以外にもいろんな雑用が回ってくるんですよ。めんどくさい仕事は全部こっちみたいな。ちなみになんかそれって、結構新任の人がまあ2人、まあ僕ともう1人とかもう2人とかいたりするんですけど、同時に新任の先生入ると、片方の人が、はい、わかりましたって、いや、で、片方の自分が、いや、やりませんって言うと、なんかまあ、比べられちゃったりするのかなって思ったりするんですけど、そういうふうであっても、タスクさん的には、どうします？なんか。確かに比べられはしますね。で、一瞬、掃除をちゃんとやってる方が評価高くなるんですけど、でも、やっぱ学校の先生としてのやることしっかりやってたら、後から評価っていくらでも逆転できるので、まあ一番最悪なのは、掃除は引き受けるけど、肝心の学校の先生としての本来の業務が手についてなくて、みたいな。ってなると、できないやつだよねって。完全な雑用係になってしまうので、自分の今後の、キャリアのことを考えたとしても、本質じゃない仕事をいかに自分の周りからの取り除くかっていうのは結構大事なのかなと思います。なるほど。いや、ありがとうございます。二つ目は、すごい似てるんですけど、帰れないです。これはもうよくあるんですけど、例えば5時半や6時で帰りますってなった時にも、まだ先輩仕事してるんだから、先輩んとこ行って何かお手伝いすることありませんかって聞いて、あ、ないよ、大丈夫だよって言われて初めて帰るんじゃないの？みたいな。って言われたんですよね。早く来なきゃいけないは、ちょっと、まあ納得した部分もあったんですけど、遅く帰らなきゃいけないっていうのは本当に納得できなかったんで、そんなことあるんですね。なるほど。へえ。なんか本当にでも昔からある古い考え方のところだったんで、まあ、確はい。かに、まあ、私立の高校ですもんね。なんか、まあ、公立学校って、転勤がまあ3年だったり5年だったりで、まあ、高校ちょっとわかんないですけど、まあ、小中学校は大体まあ3年、5年、まあ、10年未満でまあ転勤変わってくるので、基本的に、ね、
ずっとその学校にずっと何十年も住んでるみたいな人は、まあ、先生はいないんですけど、まあ、私立だとやっぱりそういうところもあったりもして、そこはまあ確かに公立よりももしかしたら、なんかそういうところは顕著に現れたりもするかなというふうに思いましたね。そうですね。私立って転勤ないので、もう大御所や重鎮といった類ってゴロゴロしてるんですよね。確かに。20代からもうずっとそこに行って、今40、50代とかの人も多分、はい、そうですね。僕ちょっとタイム事情はわからないんですけど、僕は公立学校で、それ今みたいななんかその若い先生が、その先輩の先生にいるのに、何も断りもせずに帰るのは、みたいなことは、言われたこともないですし、なんか聞いたこともなかったので、確かにそういうこともあるんだなって。でも、高校とかにもよるのかなと思うんですけど、そこはそんなこと あるんですね。結構ありましたね。それはでも、どうやってやるといいですかね、タスクさん的には。それも僕はもう同じだと思ってて、もうはっきりと帰りますって言えることが大事。そこで OK しちゃうと、まあ、さっきの話ですけど、こいつは引き受けるやつだってなったら、どんどんいろんなのが回ってくるんですよ。で、僕も一時期そういう時期あったんですよ。引き受けすぎちゃって、自分の本当にやらなきゃいけない仕事、手がつかなくなって、本当に帰るのがどん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 遅くなっていっちゃうっていうのがあって、大学の果てにはなんかもっと上の人から、お前最近残業多いけど何してんのみたいな。お前仕事の仕方悪いんじゃないのみたいなこと言われるみたいな。っていう本当に悪循環にはまってしまうので、やるべきことはやるんですけれども、大事な部分、本質をついてる部分だったら、新しいこともやっていいと思うんですけど、優先順位が低い仕事は、ちゃんと断る。自分のものじゃないところもちゃんと断るっていうのはちゃんと心に決めておかないと、本当にただでさえブラックな教員なのにさらにブラック化してしまうので、そこはもう本当に気をつけた方がいいと思います。ちなみになんかこれって、ここがなんかまあ言われたからまあやってるのがまあいいかなっていうものと、まあ、これなんかまあ客観的に見てもこれは違うかなと思うので断ってもいいかなっていうものがあると思うんですけど、サスクさん的になんかそういうなんか見極めとかっていうのはされてましたか？僕はなんかもう人を見て決めてて、じゃあどうやって決めてたかっていうと、まあ最初は引き受けるんですよ。わかりましたっていう。なんですけど、そのうち僕がお願いしなきゃいけないことも出てくるじゃないですか。そうなった時に僕が最初に引き受けてるので、まあ、言ってしまえば仮一個な状態なわけですよ。で、その状態で僕がお願いしていいですかって言った時に、あ、いいよってこの間手伝ってくれたからね、今度は俺が代わりにやるよって言ってくれるかどうか、まあそこまで言わなくていいんですけど、お願いした時に引き受けてくれる人かどうかっていうので決めてました。そこで引き受けてくれない人は、あ、この人はもう人に優しくされたのに自分はしないんだみたいな、手伝ってもらったのにお前は手伝わないんだっていう、そういう人間なんだなと思って、その人からの仕事は今後一切断ってました。新の先生でゼロスタートというか、なんかもう経験ゼロ、なんかもう実績ゼロじゃないですか。理不尽かとか基準もないままで、その時やっぱりまあ一旦まずまあ受け入れて、これやっておいてとか早く来てねとか、いや一旦受け入れてまずやってみて、で やっていくうちに自分もなんかお願いする時とかの今様子の対応とか見て、この先生ってことは確かになんかやってみたけど、確かにこれはちょっと理不尽だなとかおかしいなと思ったら、まあそういう時は断っていくみたいな感じですね。一旦はやるけど、その後が続かないのであれ、お互いにそういうキャッチボールができないのであれば、もうやらないっていう。なるほど。アンビさんどうですか？僕も二つあって、その、まあ、一つは先生によってなんか言ってることが違うみたいな、なんか授業のあり方だったり、生徒指導のあり方だったり、提出物の書類に関しても、A 先生と B 先生でなんか、指導方針が違うみたいな。どっちもなんかまあ一番下とか年下なので、どっちからも違う指導を受けて、板挟みというか、A 先生を従ったのに、なんか B 先生からなんか、いや、これはこうだって言われて、どっちにしちゃったらなんか A 先生からこうだって言われて、まあ、理不尽というかまあ、ちょっとしんどいなっていうことがあると思います。そういうのありますよね。僕もありましたもん、そういう。初任者の人って、初任者指導の先生がいて、その学校の先生っていうよりは、教育委員会からなんか派遣された、なんかその新入の先生、指導の教員なんですよね。同じ学年の学年主任の先生も、まあ直属の上司とか、まあ結構指導を受ける立場じゃないですか。教務主任って、まあ学校のなんかそのまあ教務関係とか、まあ事業関係とかの主任というかまあ管理職の人がいるわけじゃないですか。3人くらいの人から、なんか指導を受けるという、教えてもらう意味で、いい意味でも本当は教えてもらえる立場なんですけど、やっぱりなんかみんな、若干違ったりとかあるので、そこをすり合わせて言ってほしいなみたいな。指導する側で、すり合わせてなくて共有してないのに、こっちになんか言われても、どうしたらいいのみたいなふうになっちゃうので、そこはなんかちょっと、はい、って思ったりしましたね。いやもう本当にこれすごい大事で、多分今この動画見てる現場の方たちも、いや、俺も同じなんだよ、私も同じなんだよっていう方たち多分たくさんいると思うんですけど、アンビさんは、こう、上司の複数の方たちから違ったことを言われたとき、どうしてました？僕は本当にある程度我慢をしてたというか、メモを取っておいて、まあ、この先生がこうやれて、この先生がこうやれて、この先生がこう
られたなっていうので、まあ、どうしたらいいか分からなくなったら、丸々先生からはこういうふうに言われていて、今こうやったんですけど、どうしたらいいですか聞いたりとか、なんかこういう指導を受けてやってるんですよね、みたいな。だから僕も今分からなくてどうしたらいいですかっていう客観的に事実のもとに質問するみたいな。割とそこをなんかそのいかに低姿勢でというか、まあ、僕は本当にバトルをしたくなかったので、すごい下から7割くらい我慢して3割くらいそっと言うみたいな。結構それも、僕もまあ4年間広げてみて、正直それ1年目とか乗り切ったら、まあ1年目我慢したりすれば、まあちょっともちろんもちろん発信していいんですよ、こっちから。まあ、発信すべきだと思うんですけど、ある程度我慢を、まあ半分以上我慢をしておいけば、まあ2年目以降ある程度自由になれるので、それくらいなんかいいのかなって思って、で、逆に1年目で喧嘩腰になったりとか反抗しちゃって、そこでギスギスしちゃう方が僕はマイナスかな、2年目3年目と行く時にマイナスかなって僕は判断したので、平和に行こうかなって思ってやったので、これまあ選択だと思う。まあ僕みたいにやってもいいですし、ちょっと我慢してもいいですし、まあ、我慢したくないし、我慢するのおかしいからでもいいと思うんですけど、だから長期的に見た時に、やっぱり学校の先生の人間関係ですぐ転勤するわけでもないので、ある程度付き合ってなので、ある程度そういう風に小出しくらいにしておいてもいいかなって僕自身は思ってますね。僕は結構もうバトル気質なところあったりするんですけど、まあ、海さんの方は結構平和路線で、た方がいいんじゃないかっていう感じですもんね。2年目、3年目、4年目って行くにつれて許されてくるんですよね。しかもそれがなんか1年目許されなかったことが、2年目、3年目上がってくるにつれて、僕のキャラクターは変わってないくて、僕のスタンスも変わってないけど、言われることが減っていくみたいなことがあって、じゃあいいかなみたいな、その、なんか1年目で頑張って無理して、今こうだってやらなくても、なんかだん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 周りのなんかその、なんか縛り、とか高速とか減っていくので、まあ、そういう意味ではなんか結構ある意味時間が解決するというか、まあ、経験年数が解決していくのかなと思うので、無理して1年目とかで頑張って解決しようって思わなくてもまあいいかなって思ったりはしていますね。本当にこれはもう僕の方で行くか、アンビさんの方で行くかっていうのは難しいところではありますけどね。動画見ていただいている皆さんがいいなと思う方をやっていただくといいのかなっていう感じですよね。二つ目ってどんな感じですか？若い先生がやるもんだよねみたいな暗黙の文化みたいなのがあるのが、ちょっとなんかなって思ったりもして、なんか具体的に言うと、なんか僕中学校の先生やった時は、若くてスポーツ経験がない先生も運動部に入れられるんですよね。結構まあ僕は剣道部で、剣道でまあもちろんまあ、部活で言ったら確かにまあ楽かもしれないんですけど、剣道が経験者で、剣道部の子もやった方が子供にとっても歓迎できるんですよね。剣道部を、剣道未経験のなんか年配の先生が担当したりとか、文化部でなんか文化部経験もないけど、なんかなんか楽そうな部活をなんか年配先生がやって、運動部でしょ、運動経験ない、なんかサッカーとか野球とかの経験ない人が、サッカー野球をなんか若いからやるみたいなのがあって、そこもな、みたいな。で、確かまあ若い先生がやるのは、まあしょうがないかって、体力的な意味で、かなってるかなとちょっと思うんですけども、若いからっていうで、なんかその、経験のスポーツを外してまでやるのどうかなのかなっていうのと、なんか生徒のこと考えたら、ある程度やっぱりそこは希望じゃないと、あんまり良くないかなっていうのを思ったりもしますし、あと運動会の準備だったり、まあ文化祭の準備とかも、僕も自身もなんか40代、50代の先生より体力あるのはもちろん分かってるので、やる分にはもういいんです。やって当然だよねみたいな雰囲気が、もちろんまあ善意で若い先生がやるのはいいんですけど、若い先生がそういうのがあったら走っていくみたいな、そういう文化というのがあって、なんて言うんだろうなみたいな、僕は違和感みたいな感じで思ったって感じですね。まあ結構僕の1個目と似てるような感じですよね。その伝統文化っていう言葉でいろいろやらせるとか、はい、部活に関してはこれは確かに中高だったら根深い問題だと思うんですけど、これって正直難しいですよね。じゃあ必ずじゃあその各学校にバスケ部の専門家がいるかって言ったら、そこまで見て対応してないんじゃないですか、そもそも。なのでまあどうしてもちょっとおかみの都合とか学校の全体的な都合で誰かがやらなきゃいけないっていう風にはなると思うので、まあそんななった時に誰が矢面に立たされるかっていうところですよね。まあ、最初はなんかもうこれも上手にサボっていくしかないかなと思っていて、なんか結構部活は、まあ、ちょっと手が抜いてはないですし、まあ、子供に対しても手抜いてるなというふうな見せてはないんですけど、力を抜いてたというか、最小の力で、最初の労力でやってやろうかな、みたいな感じでやってました。態度としてはもちろん手は抜いたことないし、そういうことはないんですけども、生徒とか周りの先生とか不快感ないように力は抜くみたいな感じですかね。そんな感じで言うこといいかなって思って、運動会とか、教授の準備とかに関しても、多くの人数で、なんか結構力仕事をやるみたいな感じで、一人がなんか率先してなんかバリバリやったとこ、全体的に団体でなんか力仕事をやるみたいな風なので、手は抜かない程度に、みんなと一緒にやるくらいでいいのかな、みたいな。頭の中ではなんか、なんか教授研究考えたりとか、なんか学芸考えながら、ちょっと上手にサボっていくみたいなのが僕はいいのかなって、そこをなんか僕はやりませんとか、言ってもなんか言ってあげたら、なんかさらにめんどくさくなると思うので、上手に従って、で、置く姿勢を見せながらも、まあ、実は水面下ではちょっと上手にサボるみたいな
ことが一番お互いにとっていいかな、僕にとってもいいですし、周りにとってもいいのかなって思ったので、僕はそういうふうにやってましたね。何事もそういったバランスが大事だよっていうことですかね。はい、かなって思いますし、はい、そこに関しても結局なんか年齢が解決するのかなって思うので、ずっと毎年毎年何年も何年もそういう立場になるわけじゃないので、ある程度時間解決するっていうのと、また新人の後輩とかが会った時にそこを排除することによって、自分と同じ思いをなるべく、まあその先輩としてとか上司として、まあそういうことをさせることを減らしていけばいいと思うので、まあなるべくこっちもストレスとか抱え込まない程度に、まあ、バランスを取りながらも、まあ時を待った方がいいかなってことは思いますね。確かにそういった視点も大事かなと思います。どっちの方が自分にとって、今の自分の職場の人間関係とかと比べて、まあいいかなっていうのは、まあ判断しながらですね、まあ、やってほしいなというふうに思います。ぜひね、まあ、こういった参考に、ね、してほしいなというふうに思います。我慢をしすぎて、なんか精神的に病んだりとか、休んでしまうのは、結構一番、まあ、子供にとってもですし、学校にとっても自分にとってマイナスになってしまうので、あの我慢も、まあ、やりすぎると結局ね、なんか自分にとっても、子供にとっても、学校にとっても、すごくね、なんかマイナスになってしまうので、まあ、我慢はほどほどにもちろん、ほどほどにしながらも、上手にね、手を抜いてやっていく方がいいかなというふうに思いますね。はい、そんな感じで今回の動画終わっていきます。最後までご視聴ありがとうございました。